ゴジラマイナス 1.0 の山崎隆監督にお越しいただきました。よろしくお願いします。ハマりましたよ、もうメールしたけど僕らの年代弱いですね、あれに。そうですよね、うん、もうプラモデル世代なんで。おじさんホイホイになってるから結構結構あの平日はやっぱあのこうおじさんたちがわーっているみたい。ああそうなんだ、まあ、もちろんゴジラファンもね、当然かぶってるし、やっぱでもプラモ世代にはたまんない本当にね、山崎さんで集大成みたいな感じしましたね、あの映画。あのね、いろんな意味で。そうなんですよ、あの永遠のゼロで体験されたこと、はいはい、三丁目の夕日で体験されたこと、はい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 、三丁目の夕日でゴジラ撮られてますよね。そうあの梅雨のオープニングでね、オープニングで、ね、めっちゃ面白かったけど、はい、だからもうなんかそういうところで体験されて取材されたり、はい、いろんなことしたのをもう本当に全部入れようと思われたのかなと思って見てましたけどね。そうなんです、だからシンゴジラがあったじゃないですか、はい、だからシンゴジラが僕はすごい素晴らしい映画だと思ってるんで、うん、対抗するには、うん、とにかく自分の土俵に来てもらうしかないですよ、ゴジラを。ああ、なるほど。だからもう得意技全部入れていこうと思って。あ、意図的に？結構それ考えたら、まあ、あの辺は割とやってるよなっていう感じで、で戦闘機も出せるよなとか、船アルキメデスやったしなみたいな感じでちょっと作ってたところがあるんで。ああ、そうなんだ。結果集大成っていう、うん、すごい分かる。集大成をしようとしてるんじゃなくて、あの自分のカードが全部出さないとシンゴジラと戦えないんですよ、あれが。まあよくできてやがって、ね、あれもだから、ええ、もしかしてね、シンゴジラを期待していった人は、はいはい、ちょっと肩透かしを食った人がいろいろ発言されてるのかなと思うんだけど、全然僕違う映画だと思うな。そうなんですよ、だからもう真逆にしたっていうか、真逆ね、うん、だって向こうカンの話じゃないですか、うん、こっちミンの話じゃないですか最後までミンですもん、ね、で向こう陸の話じゃないですか、うん、でこっち海だとか。あー、そうか。そう、向こうはドラマを入れないことをすごいあのテーマ作ってる。確かにね、こっちはドラマ、うん、ベタベタなドラマ入ってる。だから向こうはだって一人の人間追ったりしないですもんね。そうそう、全然、うん、だからこっちはもう、うん、そういう意味で言ったら真逆ですもんね。確かに全部逆にしたんですよ、あの対抗しなきゃいけないから。前にご出演いただいたらもう1年以上になるかな、あの、ね、こちらとお話伺った時に帰りがけにね、はいはいはい、まだオフレコなんだけど、はいはいはい、ゴジラを考えてますって言われて、はいはい、で僕はどんな話なんですかって聞いたら、はいはい、ここだけそこだけ言ってくれたんだけど、はい、終戦直後にしようと思ってますって言った時めっちゃ楽しみだったんだけどはい、はい、本当にあれはコロンブスの卵だと思ったら、うんうんうん、そうですね。今だったらね、なんかぶち込めやなんとかなるだろうって思っちゃうとこあるじゃないですか、はい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 、だからそこがまず終戦直後だったし、うん、ご丁寧にという言い方はちょっと変かもしれないけど、ちゃんと強力破壊兵器使わない理由があったじゃないですか、あの縛りが。はい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 、まあ、これを言っても大丈夫だと思うけど、まあ、冷戦が始まってて、はい、いろいろ刺激するからアメリカ軍が出れないとか、うん、いろんな縛りがあって、あれがだからあのうまいなっていうか、なるほどって感じでしたね、うんうんうん、そうですね。東宝さん的にはあの初代の前の時代にゴジラが出てくるっていうのはタブーだったらしくて、僕もすっげー軽くいや、あのやらしてもらうんだったらあの戦争のちょっと後ぐらいな感じがいいんですけど、何もない時はいいんですけどって言ったら、みんながざわざわして、いや山崎さんそんなこと言い出しちゃったけど、そこ行っちゃいけない時代なんですよって言われて、って言って、でもすごいなんか乗ってくれてあえて行ってみましょうみたいな。ゴジラってすげえなと思ったのが、最初のそのなんかプロットの会議みたいな時に偉い人がずらー並んでるんですよ。ステオケンドなんでしょうですね。もうやっぱシャウンというか、こうなんだろう、ゴジラのこうアイコン、ゴジラが東方のアイコンなんですね、やっぱりね、うん、だからずらーっと並んでて、今回引き受けいただきましたみたいな感じで始まるんですうわー、やべこの感じなんだと思って。なるほど、ちょっと面白かったですね。でその、ま、初代ゴジラよりも前を描くのはなかなか難しいというのは、何かその会議で上の方からご説明はあったんですか。あ、それは大丈夫です。なんかでもよくそこ行きましたねみたいなこと言われるわけですよ、あの、うん、もっと現場レベル あのもうちょっと近しいプロデューサーたちに、初代より前の時代やった時はみんなびっくりしましたよって言われて、あ、そんなだったと思って。あ、でも確かにゴジラって実は時代劇ないんですよ。全部その年のその時代の話なんで、ちょっと未来に行ったりはあるんだけど、基本的にシンゴジラまで常にその時々の話なんですよ。そうか、だから時代をまたぐみたいな、過去に行ったりとかっていう時代ずらすみたいなことはやったことなかった今まで。確かに ね考えたこともなかったけど、そうだから、あ、そうだったんだと思って、あ、あの全然そんな大それたことをする気はさらさらなかったんですけど
大それただゴジラって、ビキニ環礁の原爆実験で、水爆実験で、はい、ああいうなんか放射能吐いたりとかいろんな、はい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 、巨大化もしたのかな、それで、はい、そういう設定だったじゃないですか。最初にゴジラ出てきた時戦争中じゃないですか。まだ放射能浴びる前の、うん、なんていうか大したことないゴジラだな、あれが。いやいや、でもあいつはほら再生能力すごいから、再生能力がすごいんで、うん、あのずっと太古から生き残ってこれた生き物なんですよ。で、まあ、あれですよ、あのクロスロード作戦っていう水爆実験する前の原爆実験があったんですね、はいはい、あの長門が標的化になって沈むやつ、うん、あれであいつはこうガーって焼かれちゃって、でも再生能力すごいからどんどんそれまたこう生き残ろうとして復活させてるうちにゴジラになっちゃった、でかくなっちゃった、エラーが起きてゴジラになっちゃった、そういう設定なんですよ。なるほど、だから水爆怪獣じゃないですね、今回のゴジラは原爆怪獣ですよね。あの最初のゴジラは水爆怪獣なんですよ。水爆実験はより前の話なんですか。水爆実験より 前に、あ、なるほど、うん、だから原爆怪獣。なるほど、僕ゴジラと同い年なんですよ。あ、そうですか、29年、はい、29年、あ、はい、70周年です、来年、うん、もう来年、まあまあ、今もう、まあまあ、来年70周年ですよ。ゴジラ一言に見えないんで、だから一応僕前作見てるんですよ。あ、そうですか、はい、だからマニアじゃないんだけど、はい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 、見てますね。本当にどうでもいいゴジラまで見てますよ。もう俺の口からは言えない、そんなどうでもいいとか言えない。でもまあいろいろありますからね、あのチャンピオン祭りとかって、チャンピオン祭りで1時間ぐらいになっちゃってね。そうですよね、60、70分とかそんな。で、昔の映画をもうシーンを使ったような、はいはいはい、僕はそれをどうでもいいって言ってますけど、はいはいはい、僕はそんなことはとても言えません。だけどまあいろんな時代ありますからね、ゴジラもね、うん、結構だからシン・ゴジラ出てくるまで結構もなんか、東方の人も言ってたけど、オワコンだって言われてたんですって。だいぶそのなんかあんまりお客来なくなっちゃって、お金かけて作ってもお客来ないって感じで。あとそれはギャレス・エドワーズが作る前にローランド・エメリッヒが向こうでゴジラ作ったら、あれがいまいちだったので、そういういやでも、ね、評価になっちゃったんじゃないですか。そんなことないの。エメリッヒのゴジラはそんなに影響してないと思う。日本のゴジラがすでにちょっとこうかなり社用産業になってた時があって、あ、確かにね、うんうん、ハム太郎と併用してましたからね、昔ね。そうか、うん、そういう時代が何年か続いてました、ね。釈由美子が戦闘員やってたようなゴジラ、意外に好きでしたけどね、僕。行くよ気流ですよね。あ、そうそう、メカゴジラのパイロットなんですよ、あの人。あ、そうか。僕でも後で一回 DVD 全部持ってるんですよ、僕。好きじゃないですか、結構。いや、でもね、そこまでじゃない。あ、はいはいはい、いろんな思いが。いろんな思いがあって、はい、まあ、多くの場合、若大将と一緒に見たなという。ああ、そっかでもあるんでね。そういうあれですね。そういうのもあるんですけど、でも、三大怪獣あたりから伊福部さんのね、はいはい、曲がもう、はい、タラララだけじゃなくて、今回日劇のところに出てきたので初めて、はいはいはい、重低音のやつを、はい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 、あれもしびれたな、俺、ここまであの曲取っといて、ダン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 みたいなやつ、うわ来たみたいな。あれ自身ノックアウトですよ、あそこね。そうですね、おじさん、おじさんホイホイ、おじさんホイ。あとほら、和田積作戦を開始するって時に、あそこまでさ、だん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 使わないといって、和田積作戦始まったらゴジラマーチだみたいな。あれね、自衛隊のマーチなんで、自衛隊のマーチっていうか戦う人たちのテーマなんですよ、あの曲って。本当はそもそもはゴジラのテーマじゃなくて、じゃない、ゴジラのテーマ、最初のチャーンタ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 ンってやつがゴジラのテーマ で、うん、でそれに対してチャン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 は、うん、あれは戦う人たちの話なんですよ。だからでも一作目はそうだったよね。そうそうそう、うん、で最近違う使われ方をよくしてて、ゴジラの戦い、まあゴジラいいもんですからね、最近ね、うん、だからそっちに使われてたことが多かったんですけ ど、 なるほど、あれは戦う人間たちの曲だから正しい使い方なんですよ、今回。はい、これごめんなさいね、ここもしネタバレになっちゃったらこれから先ちょっと見ないで、今ネタバレになるようなこと言いますから。一番最後って、はいはい、オキシジェンデストロイヤーを結構意識されました。あのね、全然意識してなかったんですよ。全然意識してなかった。だから多くの人言われてませんか、結構取材の時に。いや、オキシジェンデストロイヤーをああいう、なんですか、超兵器じゃなくて、イメージとしてオキシジェンデストロイヤーをやってるっていうのがものすごい素晴らしいと思うんですって。あ、そうですね。完全に言われ、人に言われて、あ、確かにそうだと思って。まあ、絵図はそっくりですもんね、泡で。僕そっくりそっくり、はい、全然。そもそもあの作戦自体は軍事顧問の後藤さんという方が泡で沈むって
縮めるっていうのを考えついてくれたんですよ。だから僕、あ、そうなんだ。僕は発想じゃなくて、それ面白いですねって言って、あの泡に包まれるとものってこう急に浮力を失うんですって。もうね、それを木の模型でやられたのも感服しましたけどね。あれ実際に見せないとちょっとえって思うじゃないですか。まあまあまあ、そうですよ ね、はいはい、うん、それはタイタニック方式ですよ。あ、そうだ、タイタニックってほら沈み方を最初にあの探検隊の人たちが指示で説明するじゃないですか、うん、こうやってこう縦になって折れてもう一回引っ張って沈んだっていうの全部見せて、うわここに人行くんだと思ってちょっとワクワクするじゃないですか。最初にその方式図で見せられると、うん、で本当にそれ本当版が後半始まるって、あれ ね、大昔1970年に大空港ってもう大好きな映画があって、はいはい、大空港の教えだと思うよ、最初にジョージ・ケネディが模型で、はい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 、ここに穴が開くとここから全部吸い出されてこうなるんだって全部彼が説明したらその通りになるんだよ。あれより前にその手は使ってないような気がする。あ、確かに模型で最初に説明した後にそれが大スケールで行われるだからもう王道じゃないですか。やりたかったやつなんですよ。バクトゥフューチャーもほら模型でこう行ってあそこでバチッってやってわざわざ街の模型作って、うん、あのね模型で一回見せるっていうのはね、もうあのもうやりたくなってきたっすね。いい手なんです、いい手なんです。あのだからタイタニックの時にすごいうまいキャメロンさすがだなって一番最初に思ったところそこなんですよ。その、うん、タイタニック全編にわたっていろんなところでキャメロンうめえなって思うんだけど、うんうん、一番最初に思ったのが、うん、あこれからタイタニックってほらなんかみんなこうやって沈むと思ってるじゃないですか、ザボーンっつって、うん、だけどこう立って折れた後にもう一回立ち上がって沈むんだっていうのをあそこで見せられるから、うん、これからどんなスペクタクルが起こるんだってもうワクワクするじゃないですか。確かにね、うめえと思ったんです。だからあのちょっと見せたかったんです、こういうことが起こるんだよって言って、そんな一筋縄に行くわけないじゃないですかその通りに、うん、だからその後偉いことになるっていうのも含めてやりたかったやつです。でも今の話って、ええ、これはまあ言わないように置きますけど、はい、あと2段ありますからねあれ最近のあの手の映画はやっぱり2回ぐらい引っ張らないとダメなの、なんかみんなが納得してくれないっていう感じがあってですね、うん、そんな簡単に言っちゃいけないんですよ、スルッと言っちゃいけないんですよ。最初1回で終わりにしてたらあのいろんな人にバーって本読んでもらったらなんか戦いが薄いですよねって言われて、そんなこと言うんだ、言います、うん、あのだからいろ結構ねあの要所要所でいろんな人に読んでもらうんですよ、うん、脚本読める人とか全然脚本とか読まないような人とか、うん、いろんな人に読んでもらうんだけど割といろいろこう出てくるんだけどその中で共通してあったのが戦いが薄いって言われて、その最後の戦いなのに、まあ、ちょっとこんなに簡単に決着ついちゃダメだと思って言われて、あ、そうなんだ、あ、じゃあもう一発あれしましょうかって言ってそこに足していった感じです。あんまりその人たちの言うことを聞いてるとあと3回逆転して、いやいやいや、さすがに2回以上やるのはちょっとしつこくなっちゃうので今トレンドは2回ぐらいじゃない今トレンドは2回ぐらいでも韓国映画とかって4回ぐらいやりません？あ、そうか、なんかこうなってなんとかなろうと思ったら、と思ったらまた、もう一回やってまたみたいな、うん、だからね、ちょっと4回だとねあの辛くなっちゃうんで2回でいいかなと思って、まあ、いい頃合いではありますけどね、はいはいはい、まず雪風ですよ、はい、なぜ雪風を選んだっていうぐらい感動しちゃったそれはだってほら幸運感だから、うん、あの沈まないじゃないですか。そうそうそう、だから分かりやすく見るとあ雪風出てきたらもう大丈夫だって、ね、あ、そういうこと、最後まで生き残って、しかもヤマトと一緒に行ってですね、ヤマトとあの一緒に沖縄特攻に行って、うん、で生きて帰ってきた船ですからね。あれはアルキメデスの対戦かなんかで取材された時にいつか雪風を出してやろうと思われたんですか。いやもうずいぶん前から雪風が好きで話が合うなあのそもそもが多分宇宙戦艦ヤマトで、うん、小田井君のお兄ちゃんが乗ってるのが雪風なんですよ。で、あれは火星戦線で沈没しちゃうんですけど、うん、雪風ってなんだろうと思ってそこで調べたら、うわこんな船があったんだって。誰も雪風沈没させちゃダメだろうと思うんじゃない。そうそうそう、おかしいおかしいおかしいヤマトが活躍する話の頭で、うん、雪風沈没するのっておかしいぞと思いながらあの、まあ、そこで雪風っていう名前を知るわけです。僕らだからその太平洋戦士とか読んだ時に雪風って、はい、項目があるんですよ大抵。すごいもう幸運っていうまあ、幸運感雪風と言われてるんですけど、そうそうそう、僕あとねあそこで引きずり込まれましたよ。あの新生丸がゴジラに追われるところがいいですね、はい、あれがもうなんともよめちゃめちゃ良かった。あれがもうあれ本当に手に汗握るというか冒険者の王道。あれは海行って撮ったんですよ本当にみんな CG 言われるんですけど海に本当に船浮かべて、うん、で撮ったんですよ、うん、だけど、まあ、それ僕がどうしても海で撮りたいからって言って行ったんですけど、まあまあ揺れて揺れて
揺れますかね、やっぱ。でやっぱあのどっち向いてもその島がない状態まで行かなきゃいけないんで、結構30分ぐらいかな、沖まで行って、でそこで撮影するんですけど、もうみんな気持ち悪くなっちゃって大変だった。海の上で僕も撮ったことあるんですけど、もう怒り下ろしたってどっか行っちゃうし、もうバミるとかありえないじゃないですか。だからいつなんか決められないですもんね。そうそうそう、いつの間にかなんか全然違うところに、どこ行ったどこ行ったって言うとあっちですって言われて。でもそういう時不思議と監督とかカメラマンとか、はい、集中してると人って、はい、あの酔わないですよね。と思うでしょ、うん、行きました。で我々割と酔わない方なんですよ、うん、でじゃあやるよって言ってモニター見た瞬間にこっちの揺れと体の揺れが違うじゃないですか。もういきなり気持ちよくなって、あ、それでもう瞬間に帰ろうって言ったらまだ一回通ったぜって大変だったんです。でみんなもうキャストの人たちもみんなやっぱちょっと気持ち悪くなっちゃってて、うん、顔色悪いのはそのせいだって言ってましたね。こうゴジラに追われて恐ろしい顔してるんですけど、あれは気持ち悪くて恐ろしい。雪風と並んで高尾ってあれは生き残ってる従順ですよね。46年に地震処理ですね。ゴジラマイナス 1.0 って何年の話？47年。あ、じゃあ本当はあの時沈んでたの？あの時はもうやあの地震処理されてるんだけど、うん、まあ1年くらいはいいかなっていう、だから残ってましたからね。そうそう、だから46年にもうすでにそのゴジラの問題が発生してて、うん、米軍には、うん、あれ日本に返すかって言って、うん、ちょっと修理してたぐらいな気持ちです。思いとしてはそれを逃れてゴジラ用にちょっと日本にあれを送ろあげるかっていう向こうの判断があって、うん、生き残らせておいたっていう設定なんです、自分の中ではね。なるほど、うんうん、だからまあ46年の船だから47年でもまああってもいいかなぐらいな感じ。誰かそこでおい、はい、高尾は46年に自陣させられてるよって言った人いた？あのね、高尾はね、さすがにないでしょそれは。なんとなく1年ぐらい許してもらえる、そのマニアも1年ぐらい許してくれるっていう、うん、なんか自分の中であって、うん、っていうのは三丁目の夕日の音三輪あるじゃないですか。三丁目の夕日の音三輪あるじゃないですか。はいはい、あれ33年の話なのに34年発売なんですよ。あ、そうなんだ。あの迎えに行くやつ、そう、あの、はい、鈴木音がいつも乗ってる、うん、はいはい、三輪のやつ、うん、あれはあのミゼットっていうのはあれは34年発売なんですよ。あ、そうなんだ。でも33年にボロボロに錆びたやつが出てきても確かにあのみんなが出したかったんでしょっていう、こう生温かい目で見てくれるっていう、ね、うん、だから出したかったっぽいやつを1年ぐらい前に出しても大丈夫ギリギリのあれがあるんですよ。でもね、あの47人にしたのはかなりの部分が高尾を出したかったからってのはあります、ね、なんで高尾が好きなの？格好がいい。かっこいいじゃないですか。確かにね、ちょっとあんなかっこいい船ない、うん、だからもうほら好きな船は大体出しちゃってるんですよ今まで。あの赤城も出しちゃってるし、うん、大和も出しちゃってるし、ゼロ戦も出しちゃってるし、ちょっとシドミードっぽいっていうか、なんか、うん、なんかちょっとだけ俺の印象あれ未来っぽいんじゃなかったっけ。ブリッジがでかいんで、ブリッジが島田ブリッジってもうすごくでかいんで、うん、今のイージス艦が かなりそれを模倣してるっていうか。あ、そうなんだ。イージス艦のブリッジでかいじゃないですか、うんうん、はい、あの高尾もそういうブリッジが非常にでかい船だったんです、うん、ただ当時はみっともないとか変な形でって言われてたんだけど、うん、結構今の人たちはみんなあの形は未来っぽいっていうね、今っぽい感じがするんですよ。なるほど。いや、高尾出せたのよかった本当にもう高尾出して雪風出して神殿出してね、もう好き放題やってますよねあれ本当に木造艦だったんですか？そうです。戦後あの処理をしてた、あんなボロ船かどうか分かんないですけど、うん、基本的に木造じゃないとダメなんですって。だから俺、うん、何時かな、アルキメスの時かな、基地に行っていろいろ取材させてもらった時に、この船なんでできてるか分かりますって言って向こうの人が言ってくれて、でいやちゃんとした、えそれ現役の話、現役の話、うん、自衛隊の船なんですよ。これなんでできてるか分かりますかって言うから、いや普通に FRB か何かですかって言ったら、木造なんですよって言われて、なんでですかって言ったら、やっぱり、その機雷の種類でね、金属の船が来ると反応しちゃうって。だから結構でかい船でしょ。まあでもね、掃海艇ね、そんなでかくなかったですね。100トン前後わかんない、その100トンって言われてもどのくらいのものかわからないけど、まあ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 、駆逐艦で1000トンちょっとじゃないの。ああ、じゃあまあそうですね、100トンとか200トンとかそんなもんだと思います、うん、そこそこでかいんだけど、まだそんな軍艦って感じではない、ただ自衛隊の軍艦職に乗られてるから、それなりに戦う感じの船ではあるんだけど。じゃあ新生丸みたいな感じなの？ちょっといやいや、あのボロボロじゃないですボロボロじゃない、綺麗なパッと見たら鉄なのか何だかわかんない感じなんだけど、木造船なんですって言われて、でいろいろ調べたら、あの当時の木造船だったっていうのが分かった。ああいう
まあ、特撮をかなり使ったような映画を撮られる時って、はい、まあ、例えばだけどもうスターウォーズシリーズの最後の方なんてもうほとんどブルーバックの芝居になっちゃって自分たち何やってるか分かんないけど、うん、でもそれでもちゃんと順応して全部できるという役者さんが、まあ、この時代生き残っていくっていうかここはどういう気持ちでやったらいいかなんていう感じじゃなくてもうブルーバックでも普通にやれるみたいな、うん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 、今回のゴジラマイナス 1.0 ってそこまでじゃなかったんですね。芝居場は結構セットありましたね。焼け跡のところにも建物ちゃんと建ってるし、うん、闇市もあるし、うん、あと船もだ雪かきのブリッジが丸ごとありましたからね。あ、そうなんだ。テッドの中に、うん、感動しましたよ。雪かきのブリッジ全部あんだと思って。え、それ言ったらだってあの永遠のゼロで赤城とか作ってない。赤城ブリッジ半分しかないんですよ。あ、そうなんだ。そう、あの赤城の中の人出てこないじゃないですか。そうそうか。だからで、対外ブリッジはあるんだけど、うん、あの三段空母時代の赤城のブリッジもあるし、あとなんだろうな、なんかブリッジ何回か作ったことあるんですけど、あの雪かけたことがすごいな。いやいや、雪風がすごいのって、はい、外も中もあったんですよ。あ、そうなんだ。だから最初ガンと入るとあの一部雪風の一部がこうあるわけですよ、うん、でそこにこう階段上がっていくと、うん、中にブリッあって、それは東方のスタジオだもん。東方のスタジオの中にあって、うん、はい、でまあ周りは全部グリーンですけど、うん、でもちゃんとブリッジがあって、うん、でここでこう立ってると雪風の上に乗ってるみたいな気分になるわけですよ。なるほど。でそれでただまあ動かないんで、うん、クレーンでこううわー波で揺れてるみたいな動きをこう作って、キャメラの方にクレーンですか。キャメラにクレーン、うん、はいはい、で、風ものすごい送って、うん、でもう乗ってる人たちはそのカメラに合わせてこうやってもらうんですよ、はい、クレーンの動きとそれの関係性で作ってるだけなんですよ。なるほど。だけどうまくいったなと思って、うん、ちゃんと出来上がったの見たら、おそんなに本当に海で撮ったみたいだねって俺が感動してるっていうね普通の方が聞かれたらバカじゃねえのお前が作ったんだろうと思いかもしれませんけど、でも本当に自分で作ったそれ見たらそう思いますよね。ちょい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 ありますよ ね。だから CG が出来上がっていくときに、うん、なんか本当撮ったみたいじゃんみたいないやっぱ役者さんたちのその なんだろう船の揺れ方に対するリアクションみたいなのが本当にみんなで揃えてやってくれてるのが、でクレーンもそれに合わせてやってるから、クレーンもね単純にこんなこと動かしちゃダメなんですよ。あの大きい船の軸が下の方にあって、うんうん、それがこう傾くときって近づきながらこうやらないといけない。あ、あります、うん、こうやっただけじゃダメなんですよ、うん、大きい軸の揺れを表現しなきゃいけないから、うん、クレーンが寄ってきながら上がり、なるほど、引きながら下がるみたいな。それはもうね、あのアルキメスのヤマトの沈没で散々みんなやったから実験してて、うんうんうん、それちょっと秘密にしといた方がよかったね。いやいやだけどほらハリウッドとかやってんのかな。ハリウッドは全部下にあのシリンダーがついてて本当に船が揺れますあ、なんかケチなこと言ってしまいました。大変残念なことに、ハリウッドの方々は本当に船がこうやってシリンダーでこうやって揺れてるんで何の問題もないです。みんななんかそんな芝居しなくてもいいですよ。日本はあの爪に火を灯すようなあのやり方をしなきゃいけないから、うん、全部それはでもそのノウハウはすごくあの我々はもう研究し尽くしてるんで、面白い巨大艦はもう全然問題ないですよ。で海行かなくて撮れるからすっげえ早いんですよ雪風シークエンス3回撮りましたからね。すげえ船2週間ぐらい行ってあのシークエンスしか撮れなくて、うん、雪風シークエンス全然長いじゃないですか、うん、あの3回撮り終わっちゃった。分かるような気がする。海の上は本当に地獄ですよ。地獄ですよね。地獄だよね。散々言われてたんですよ。海猿のスタッフ結構いたから、はい、あの海猿をやってたチームなんですよ僕の。あの山田君って結構ダブってるんですよ、はい、であの監督本当海の上、うん、その山崎さんが考えてるような生半可なもんじゃないですから、うん、大変ですから、うん、CG でここは一つお願いしますって言うんだけど、うん、いやこういうのはね本当に海に行ってドキュメンタリーな環境の中で撮るから切迫感が出るんだと絶対海行った方がいいって言って、うん、すごいそこ交渉したんですよ。で船で行くともう2週間あっても撮れるかどうか分かんないって言われて、うん、いや大丈夫だよって何の経験もないのに大丈夫だよって言い張って海行って一番後悔したのは俺ですからね。謝ったっすよ。あのいやいや謝んないあのでもシン・ゴジラは、ね、あの庵野秀明総監督、樋口真嗣監督で、はい、特撮監督尾上勝郎、はい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 、で尾上さん僕バブレコで一緒にご一緒したんですけど、今回また特撮監督山崎隆。そうですよ。そこは任せらんないのがちょっと大変ですね。全然大変じゃないですよ。何言ってるんですか。何言ったら一番面白いところ僕あのね愚問だったか愚問もいいところですよ。それは大変でも何でもない。なんでその一番おいしいところを人に渡さなきゃいけないんですか。あの
子供の時に映画監督になろうと思ったわけじゃなくて時に監督になろうと思ったおっしゃってましたもんね、うん、ずっとねそう思ってたんですよ、うん、で最近インタビューされてて思い出したのが、うん、昔は2人に分かれてたから監督になったら特任監督やれないんですよ、うん、昔はねということに気づいたんで僕は監督になりたくなりたいんじゃなくて特任監督になりたいんだってなってたっていうことを思い出したんですよ、うん、だから両方やっちゃえばいいじゃんって話ですね。それはほらもうようやく最近の話ですよ。やっぱ両方やれるっていうのはこんなに東宝が長いこと待ってくれてるから、うん、昔はほらだって1年ごとにゴジラ作ってなきゃいけなかったから。あ、そうですね、でしかも現場が2つあるじゃないですか、うん、それは無理ですわ、うん、ドラマのとこと特撮のね一人で両方やるってのは無理ですわ、うん、だからまあ、いい時代になったらって話なんですけど一人でやれるっていうのがね。でも唯一、はい、もちろん僕もね模型で8ミリ撮ってた口だから、はい、それはすごい楽しいのはよくわかるんだけど、はいはい、唯一この経験ないでしょって思うのは、はいはいはい、特技監督が作ってくれるわけじゃないですか、はいはいはい、まあ、一応相談はしてても、でできた絵を見る時の感動は自分で作ってる時より大きいよ、はい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 、いや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 そんなことはない、そんなことはない。なぜならば、うん、結構なんていうかな、もうねみんな職人みたいになってるんですよ、うちのチームのやつらって。だからもう最初にできてくるときはもう想像してるものより随分いいものを見せられるんですよ、いきなり。あ、そうなんだ。あのカット、うん、見てきたんで、うん、ちょっと見てもらえませんかって、うん、見ると、うん、あれすごいじゃんみたいなやつが出てくるわけですよ、うん、毎回毎回そうびっくりしてるわけだから設計はしますよ、設計はしますし、うん、素材は取るけど、うん、その最終的なものはその担当技術者がそれぞれ任せってことね。ある程度なんだかんだやって、うん、ある程度できたところで見せられて、うん、すごくいいけどこうしたいとかこれはこのまま行こうとかそういう判断をするわけだから、全然そんな人が作ってもらったものを見てるわけですよ。僕が CG を直接やるわけじゃないんで。そうかそうか。うちのスタッフね、自由に意見を言っていいよっていう育て方をしたんですよまたまたすごいな、それは。ほら、なんだろう、裸の王様になりたくないから、うん、好きに言っていいよって言ったら、うん、まあ失礼なやつばっかりになっちゃってプリビズ作るじゃないですか、なんとなく作るじゃないですか、うん、でもなんか監督がちょっとダサかったんでちょっと変えてみましたおい言い方もっといいの思いついたんでじゃなくて、監督がダサかったんで、ダサかったんでこういうのしてみたんですけど、こっちの方が伝わりやすくないですかって、うん、そうだねっつって前が余計だね、確かだねって言い方っていうね、とか出来上がったやつでおっ出すじゃないですか、うん、もうこれ あいい感じだ、もうこれここで置いといて、で違うカットやんなきゃいけないから、これで一旦俺 OK にするからって言ったら、いや山崎さんゴジラですよ、世界が待ってんすよって言ってこれでいいわけないじゃないですかってもっとやります。いや全体を見ないといけないんですよ、映画っていうのはね。結局人はボトムで判断するじゃないですか、一番ダメなカットで、うん、だからとにかくダメなカットを引き上げるってことをちゃんとやっていかなきゃいけないのに、もういいカットもう気に入っちゃってるから、もうそれどん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 よく指摘やがるんですよ、うん、だからそこにものすごい集中してて、他のカットおぞなりになって気がつきゃ何カットか誰も担当者がいないっていうカットが途中で発見されて、うん、でこれどうするつもりだった、その割り振りはね任してある、うん、誰が何やるかっていうのは任してあるから、これどうするんですか、いやあれが終わったらやってもらうつもりだったんですけど、あいつがやるかなと思ってたんですけど、チーフは全然間に合わないじゃん、どうすんだよって言ったらどうすんですかねって言うから俺いきなりそこから CG の勉強始めるわけですよ自分でやっちゃうとか今回木を生やせるようになったのと、うん、草生やせるようになった結構山のとこ飛ぶじゃないですか、バーンって。あ、はいはい、俺結構山の木生やして、神殿が飛ぶとこと神殿が飛ぶとこ、うん、はいはい、山の木結構俺が生やしてあと神殿が出てく時の草とかみんな僕やってるんですよ。そこ自慢されてもな、いや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 偉いなと思って誰もやってくんないから、うん、でもやっぱ山とかね飛ばしたいじゃないですか、昔からほら特撮ものってこうなんか山間部にゴジラ出てくるみたいな。でもね、うん、それは楽しいでしょうねやっぱ。いやいやいや、なんで俺が木植えなきゃいけないんだと思いながらやってるんですよ、そこは。最初はそう思うだろうけど始めたらもうねでも同時に全部みんなのやつ見てなきゃいけないんですよ、こう。そっか、そう意外と大変で、だって俺会社のコンピューターが遅すぎちゃって、うん、新しいコンピューター自腹で買いましたもん、すっげえ早いやつを。もう今ちょっとこの草揺らすのが大事なんだから、全体はお前見とけよなんてことにはなんなかったできないできない任せられない、それは任せられない、それは任せられない俺これも集大成だなと思ったけど、今まで子役をね、はいはいはい、随分使ってこられましたけど最年少だったんじゃない今度の子役は、ねえ
2歳あれ2歳でしょ、ね、すごいね、あの子役はまた。いや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 ね、あれはもう指導のしようもないでしょ。ないですね、ないですね。あのでもちゃんと芝居してんのね、我々のコントロールの元だよね。あれだって本人何やってるか分かってないだろうから。そうですよね、うん、意味のあることやってるじゃないですか。だってそうですよ、だからなんであれができたのかちょっともう記憶にないぐらいすごい巨大な焼け跡セットがあって、その中にあのホタテ小屋が立ってて、うん、でそこであのアキコのシーンが 何個かあるんだけど、はい、まあ全大人がアキコのご機嫌によってこう動くわけです。だから、そろそろアキコちゃんお昼寝タイムですって言うと、もうみんなそれで休憩、あのもうしょうがない、寝ちゃうから、ね、で寝た後はちょっと機嫌が良くなるんで、じゃあ楽しいシーンを撮りましょうみたいな感じとか、寝る前はちょっと機嫌悪いんでもう泣きそうになって、泣きそうになってで言うとやっぱぐずってきて、だんだんでうわーって泣く前に神木くんがちゃんとセリフを言って、そしたら泣くみたいな、なんかその なんていうんですか、周りが合わせてるってことか。だからあの神木浜辺がすごいんですよ、そのタイミング合わせるのが、タイミングを合わせて言った、もうそろそろ泣いちゃうかも泣いちゃうかも泣いちゃうかもって言ってセリフ言って、そうすると泣いちゃうみたいなのとか、そういう感じですよ。その現場っておそらく監督よりもその子役を担当してる AD が一番偉かったですよねその人が全部支配できたわけだから、本当もうというか、もうあっこちゃん、あっこちゃんが、あっこちゃんに完全に支配されて、全員が今だって今ご機嫌なショット撮ろう、ご機嫌なショット撮ろうって、もうみんながで緊張が走ると泣いちゃうんですよ。あ、そうなんだ。そうそう、だからみんなでこう、それは感じるんだ、その子は。あのものすごい敏感に感じるんですよ、だから、うん、よーいスタート、うわーみたいな感じになっちゃうんで、じゃあよーいスタート言えないのね。もう全然、だからやっちゃうよん、みんなもう緊張しちゃダメだよっつって、うん、なんなら回しとくみたいな空気でちょっと回しとくこれか全然撮ってないからなあ、どうした今日、どうした、何食べた、朝ごはん何食べたとか言って、何食べたとか言ってて、で、あ、じゃあちょっとあのほらね、神木くんにその絵見せてみようかみたいな感じで、うん、でこうやって見せると神木くんが、おお、これ俺たちの絵かとかって芝居始めてくれるわけですよ、うん、でもこっちでカメラ回ってるっていう、うん、なんかそういう感じ。あ、そうなんだ。だけどセリフありましたよね、彼女。あります、いくつか。お父ちゃんとかね、うん、彼女の才能はもうね、2歳の子すごい見たんですよ、いっぱい、うん、何人も見たんだけど、オーディションしてるんだ。ほとんど何もできないです、2歳の子って。でしょうね。なんとか言ってみてとか言っても全然もう完全に固まるか、うん、もう入ってきてお母さんと離れた瞬間にもうギャン泣きになるか、うん、もうとにかく2歳の子は無理ですわ。だけど彼女だけはちゃんと、じゃあ絵描いてみてって言うと絵描いてくれるし、なんかこっちの言うことをある程度聞いてくれたんですよ。あ、最初あれアキラっていう名前の子だったの、男の子だったの、うん、でも彼女が絶対いいやつって、うん、女の子に変えたぐらい、うん、もう一人だけなんか現場なんとかなりそうな子がいたんですよ。はあ、だからそういう意味じゃ天才かもしれない。うん、ちょっと楽しみですね。2年後2年後に4つでしょ。どうなるか。まだ芦田愛菜ちゃんにはなってないよ。でもねお母さんはこれが引退作品だって言ってたらしいから。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。